噛み切った。表参道のリコはお願いします。いつも切ってもらっている関根さんです。ちょっともっさいなみたいな。19日のイベントに向けて19日用にかっこよくしてもらう。濡れます。濡れた男。濡れます。水も滴るいい男佐藤です。感じだよ。いやちょっと寝ましたね。早っ。すぐ寝ちゃう。電動でトリートメントを浸透させます。カラーしてもらう。佐藤優希の何だろう、何でもコーナーできる。佐藤優希の花金 TV。 花金 TV ね。いいじゃん。ゴロは、ゴロいいっすね。花金いいよね。ちなみにあの2色使ってます、こことで。なるほど。 これがプラチナシルバー。プラチナシルバーで全体がフォレストグリーン。フォレストグリーン。プラチナシルバー、フォレストグリーン、プラチナシルバー。ちょっとここかいです。ここどこ、ここ、ここ。ちょっと待って。ちょっとその尖ったところでコリコリ。あーもうちょっとあーもうちょっと上。ここあー爆睡タイムに入ります。シャンプーすごく寝ます。おやすみな。おやすみ。爆睡。めっちゃ寝た。おはようございます。おはようございます。あ、眉毛が染まってますね。染まってますね。ナンパされたことありますか？3回。え、知らない人に、はい、俺、女からされたこと1回もないのに。待ってます。前髪ももうちょい、うん、もう目のライン上くらいでいいです。ルーツカットみたいな感じでさ、根元から短い毛を作るっていうカットがあるんだけど、一気にじゃなくてちょっとやってみようね。なんすか、なんすか、もう一回言ってください、なんすか。根元にそのカットを入れる時のその場所ってのが大事で、こっちの部分ってなんだろう、毛がさ下を向いてるからどっから入れるかっていうのがあって、上の部分ってのはさ上を向いてるから、うん、そのカットを入れることによってここでこう入れてくる。そうするとここはこう根元から。軽くなってる感じするけど、見た目的にはあんま分かんないっすでも触り心地はめっちゃ軽いでしょ。まあ軽いっすね。結構ペラペラな感じにしたい。ペラペラ、ちょっとペラペラがよく分かんないっすけど。髪をセットされます。されます。します。ジェルとワックスを混ぜます。ジェルとワックスを混ぜます。どこのワックスですか？中野とロレッタさんですね。中野とロレックス。ロレッタさんでしょ。ロレッタか。まずこうシャンプーをするようにぐしゃぐしゃっと、で髪の毛の中に短い毛がある入ってるんで、少しそのぐしゃぐしゃっとした時にこうやって動きが簡単に出ます。で最後に余ったので前髪を、まあ前髪は基本的にはつまんでセット。やっぱこの辺のね、イメージとしては少し、ひし形シルエットですね。ここっすね。こうですね。コツは少なくセットしていく、うん、ちょっとずつ。ちょっとずつ、足りなければ足してください。もうこのトップのこの辺はちょっと無造作になるように。こうやって佐藤優希ヘアが作られてました。そうなんです。ここ気になるんですか、この。でそういうところはコームで出ました。コーム整えていきます。
でーでー